ビデオを重ねたいタイミングまでタイムラインをスクロールします。挿入するビデオを選択します。挿入前にもトリミングできます。オプションメニューをタップします。挿入するスタイルを選択します。ビデオが挿入されました。挿入したビデオを編集する方法。ビデオをタップして選択します。ビデオオーバーレイのタイプを変更できます。ビデオの挿入位置を変更できます。ビデオの表示位置を調整します。ビデオをドラッグして位置を調整します。ビデオの位置、表示サイズも調整できます。ビデオを選んで、ビデオをドラッグします。ピンチアウトすると、表示サイズを変更できます。音声も調整できます。オーディオをタップします。オーディオをオンにします。挿入できるのは、ビデオデータだけです。写真データの上にも、ビデオを挿入できます。